今の季節だと伊勢エビがあるよね。伊勢エビ、僕が行った時は1キロ超える大きなものを持ち帰ったよ。1キロ確か2月までだったから今年中なら急いだ方がいいかもね。行くしかねえ。まさか伊勢エビが冬シーズンやったとはな。伊勢エビって選択肢も冬中ってのも知らんかったわ。そういえば南に行けば食べれるんだっていう、自分には関係ないものだと思っていました。ってことで今回は和歌山からお伊勢さんまで紀伊半島一周ツアーの始まりや。イエーイ。まずはじめのスポットに到着や、ここ一帯だけ白い岩が目立ちます。あとさすが和歌山、ここまで来たらめちゃ海綺麗よな。これからもっと町から離れるので綺麗になりそうです。やるやん。浜も丸っこい石が多くて可愛いですね。いい波の音出してるで。これ白い岩は2億5000万年以上前の石灰岩です。それがなんでここだけ出てるんですかね。紀伊半島全体が隆起を繰り返している土地なので、いろいろな年代の地質が出ています。半島内でこんなに違うんか。螺旋階段登るといい雰囲気出てます。日本のエーゲ海とはよく言ってます。エーゲ海ってどんなんやっけ。こんな感じです。まあ雰囲気は似てるよな。建物は全然ありませんよ。もうええやろ。確かにこの景色はすごいです。すっごい。これは日本のエーゲ海ですわ。ナナちゃんも適当に言ってない。気のせい気のせい。いやほんと今日も雲一つない快晴でよかったわ。宮城県に続いて今回も晴れなのはラッキーでしたね。そういえばぬいぐるみをオーダーメイドしたんですよ。これはめっちゃいい出来やで。もっと登録者が増えたらナナちゃんのも作りますからね。10万人ぐらいか。それはいつになることか。次は道成寺です。ひよ姫物語の絵巻物を見せる絵徳説法が有名です。ここも面白いから行った方がいいって言われたよな。結論から言うとお堂は撮影禁止だったのですが、物語も巻物を使うお寺さんの説法も面白くて来てよかったです。まあ清姫って女の子が適当な返事した男相手に本気になって追いかけ回すって話やな。某有名ソシャゲの元ネタにもなってるので興味ある方はぜひ。ゲームの方は知りませんが、清姫が可愛くてつい漫画を買ってしまいました。実際はかなり面倒くさい女やけどな。彼女は純粋すぎたんです。その純粋さが行き過ぎて蛇になり口から炎を吐き出したんです。後半はパワーワードすぎるわ。今で言うヤンデレが平安時代には存在していました。で遅めの昼ご飯やわ。おすすめ定食2000円でこの量のお作り。左からマグロ、ヒラメ、カンパチ、イカ、シマアジ、サザエ、穴場っぽいし近く通るなら有名なトレトレ市場よりいいかもな。道成寺で思った以上に時間が経ってしまいました。それだけ楽しかったってことやな。次の目的地は夕日の方が良さそうやしちょうどいいんちゃう。天神先は写真を見るのが早いですね。このようにインスタ映えスポットとして有名です。日本のウユニ塩湖って聞いたことあるんですが、田辺市にあったんですね。エーゲ海の次は和歌山のウユニ塩湖です。和歌山最強やな。道が狭いです。その点単車は便利や。王を右側に見えました。これめちゃくちゃ広いな。田辺市役所から車で10分で着くので立地も便利です。ただ道路は狭く、周辺の駐車場に停めるようにしましょう。これもバイクだから横切れたって感じです。車もちょいちょい通ってはいるけど結構面倒くさそうやったわ。歩行者も多いですしね。いやーこれは開放感あるわ。本当に相当な広さです。太陽も沈みかけでこれはいい感じの写真が撮れるかな。今日は潮は低い日なので難しいかもしれません。あー時間は良くてもそもそも潮が良くない日があるんか。鏡張り現象を写真に撮るには風が弱く天気の良い日、そして潮が満ちている日時を選ぶのが大事です。天気と風はいいんですけどね。そもそも良くない日やったか。確かに水はありますが鏡のように映すにはもう少し水が足りないようです。田辺市公式ホームページから天神先の潮見表があるので事前に確認することをおすすめします。まあ私らの場合は行く日時変わらんけどな。撮影が目的の人は確認した方がいいですね。ちょいちょい入るこのアップなんやねん。あと休憩してたら軽トラのおじさんからデコポン3つもらいました。そして今日のお宿です。部屋に猫ちゃんが遊びに来てくれるで。かわいい猫ちゃん。かわいい。戸惑われてガン無視されてるやんけ。それはゴミ箱に入ってしまいました。何やってんだミカ。猫ちゃんの写真をここに供養しておきます。
なんか変なやつ女と思われてたらごめんやで。そして晩ご飯はこちらの海鮮居酒屋さん。ああ、この梅酒めっちゃ美味しい。さすが和歌山、定食もあってリーズナブルに食べられました。めっちゃ美味しかったわ。ラーメンが食べたいです。またかい、仙台でもしたやろこのくだり。これは見た目よりあっさり、ただこってり好きも満足できる濃厚さもカバーしている絶妙なラインです。ああそうかい。最後に垂らした醤油の香りもグッと。お風呂も良かったしな。泉質もいいし木の香りがして気持ち良かったです。で二日目行くで。あ、右の砂浜見たことがある気がします。白浜の海水浴といえばここですからね。大阪付近の人なら一度は行ったことあるんじゃないですか。ああ、大学のイベサーで来たことあるわ。イベサー？ただ企画立てて遊ぶだけのサークルやで。私は家族旅行で来たことあるような気がします。夏の海水浴シーズンには京都大阪神戸の人を中心に60万人を超える客が訪れます。夏とかめっちゃ混むからな。ほんと。そして 1km ほどにある先の湯です。めっちゃ有名らしいねんな。海がよく見える露天風呂が売りみたいです。入れませんでした。この情勢で白浜町民だけに制限してるとかあんねんな。開いてたら全員入れると思うじゃないですか。まあ各市町村によって対策は違うので。そしてまた 1.5km ほどにある天井自治です。ここは景勝地やな。ちょ、風強すぎません？やば、これ強風でバイクなぎ倒されるやろ。手を離したら揺れてますね。これ駐車は無理です。後にして一応次の景勝地にも着きました。って言ってもまた 1km ぐらいしか移動してないし一緒な気はするけどな。一応防風林があるのでマシではあります。頼むから倒れんといてくれよ。ここ一帯はお店が並んでるみたいですね。まだ8時で開いてないみたいです。さすが迫力あるな。これ三段壁ってここ一帯の景色のことを言うんですか？そうですね、ここ一帯の断崖絶壁のことを指すようですが、まあ全体のエリアとしても呼ばれます。カメラ越しで見たら普通かもしれんけど、実際目で見ると細かいところまで気になります。足元見ると吸い込まれそうです。変なところ見るなよ。こういうジオスポットは写真の方が映えるところありますね。細かいところまで見れるし補正とかも引きやすいからちゃうかな。あれ、洞窟の方閉まってません。8時は過ぎてるけどな。仕方ないので次行きましょうか。おでんも美味しかったです。なんか幸先良くないけど気にせず行こうか。これからの予定は何でしたっけ？白浜から紀伊大島まで渡り回復中、紀伊勝浦と言って今日は終わりです。合計3時間ぐらいか。途中で長居しなければ問題なさそうです。海の景色も良くなってきたしな。そろそろ潮の岬かな。そうっぽいんですが次ミリに行くのかな。ここ単車で入って大丈夫なんか？大丈夫です。あれこれちょっと違います。灯台って書いてるけど別のとこ来てもうたんか。ここは観光タワーの隣の潮の岬灯台です。本州最南端の火があるところとはちょっと違うみたいです。まあせっかくやし灯台登るか。おお、灯台登るなんて私初めてです。結構狭いんですね。ここは明治時代から船舶が安全に航行するために動いてましたから。観光地のそれらとは全く違うわけやな。どこまで続いているんでしょう。あのほとんど海岸というか垂直ではしごなんですが、まあまあ登れんことはないやろ。行けるよな。多分オンオンの身長やったらもう半分登れてるやろ。いやソルフィーが。大事に持ってください。風強つ強すぎて飛ばされそうなのですが、落下物は大変危険ですし海に流される恐れがあります。カメラは持っとくからソルフィーちゃんと持ちや。手に持ってるものが一番怖いです。うおー、海だー。さっきまで海はさんざん見たけどまた違うわ。せ狭い足場からの眺めが海をダイレクトに感じさせます。高さと開放感も違うしな。はあ、何もなくてよかった。その後一応半周はしてきました。これ恐怖の半分ぐらいはカメラとぬいぐるみが飛ばされないか心配やったやつやわ。多分両方決して安くありませんからね。本当に落とさないでくださいね。そしてすぐ隣の観光タワーに到着。最南端の日あたりをさっと見よか。めっちゃ広いですねここ。この大芝生は10万平方メートルあります。東京ドーム 2.1 個分ぐらいですね。ほんまに広いな。人や建物で芝生の大きさがより目立ちます。これで一つ目標の本州最南端に到着やな。観光タワーで本州最南端訪問証明書がもらえますが、けど今コロナでタワー閉まってるやん。一応道の駅串元でも買えるようになったみたいです。まあえっか。そうですね。あと灯台での写真も貼っておきます。申し訳程度にしか写ってないけどな。スマホ落としたらそれこそ終わりなので。さらに東へ進み紀伊大島へ渡ります。ここを右に曲がって橋を渡ればええんやな。紀伊半島と本州の潮の岬を結ぶ串本大橋は2つの橋からなり、
386m のループ橋と 290m のアーチ橋になっています。右の奥あたりに見えるのがループ橋ですかね。おお、めっちゃでかいな。ジェットコースターか何かに見えます。1999年にこの橋ができるまで本州との交通は全て巡航船やフェリーでした。平成11年か。そう聞くと割と最近って感じます。潮の岬にぶつかった黒潮が紀伊大島へ流れることで魚もたくさん取れ、古くから漁港や捕鯨で栄えてました。またエルズールル号遭難事件もここの沖で発生しています。まあこういう話題はここら辺で。トルコと仲良くなったきっかけのやつですね。で、いざループに入った景色も違って面白いな。やっぱりジェットコースター感あります。ちなみにアーチ橋はここです。まあ景色がいい橋って感じやな。到着しました。橋の釣り公園レストランにてお昼ご飯です。とうとうここで伊勢海老が食べられるんですね。このツーリングの目的の一つやからな。伊勢海老メニューを頼むと水槽から食べたい個体を選ぶことができました。これで一番小ぶりやってさ。十分なサイズだと思いますが、もうワンランク上で 360g のものを選びました。ここでは 100g 900円です。伊勢海老って値段はどれぐらいなんですかね。今まで食べようとしたこともなかったし分かりません。大きなものでもプレミア価格がつかず一定の値段なのがポイントですね。相当用の立派なやつとかめちゃ高かったりするしな。伊勢海老天丼お待ち。うおー、色鮮やかすぎるやろ。これはすごく立派です。これどうするんだって思いますしね。ヒゲが長すぎるわ。それ食えんからな。味噌の癖がなく濃厚な味わいがそのまま入ってきます。新鮮なものはここら辺特に違うよな。伊勢海老のお作りです。立派すぎでは。エビなんですが大きすぎてもはやカニのような食感です。わかるわ。もうほぼカニよなこれ。2つ並べてみました。でかすぎるわ。天丼セットとお作りで6000円ちょうどでした。普段ご飯で絶対使わない金額ですが、後ろめたさとか後悔とかは全くないです。満足感すごいよな。そこら辺の飲み会2回行くより何倍もいいわ。ななちゃんやっぱりそういうのよく行きそう。ああ、まあ最近はないけどバイトしてたらあるよな。釣り堀での釣りもできるので興味ある方はどうぞ。こことかなら釣りも楽しいやろな。大阪湾とかでは種類も量も全然違いそうです。次の目的地は西寺町のクジラ博物館です。最南端越えてこれから後半戦って感じするわ。古来より捕鯨で栄えた町で1606年には組織的な古来捕鯨が始まっていました。関ヶ原の戦いが1600年ですからね。江戸時代初期やんけ。到着したで。捕鯨の歴史が書いてあるぐらいと思ったけど、モンハンのバリスタみたいですねこれ。いや知らんけど奥は庭みたいになっててめちゃ広かったわ。これ敷地内に海がそのまま入ってるみたいで、波と鳥イルカたちの鳴き声でとても癒されました。これは別館の水族館にあった水槽やな。餌やりやりましょう。餌やり、この3つの囲いの中であげる感じか。ちょっと足場が揺れるのは注意です。お、気づいてこっち来たか。かわいい。ちゃんとこっち向くのすごいな。第一人者にプレゼントです。おお、お礼してんのかこれは。それを表してるかはわかりませんが、お口あんぐりしてるのかわいい。愛想よすぎるやろこいつら。実はクジラとイルカの違いは大きさぐらいで、4メートルを超える種類は大体クジラ、それ以下はイルカと決めてるだけみたいです。同じように潮吹くし一緒と思ってたら実際そうなんか。奥へ投げてみましょう。犬か。あ、ウミネコが狙ってたみたいですが無理だったようですね。ああいうおこぼれもらおうとするやつどこでもいるよなと思ったら仲間を引き連れてきたのですが、3匹に増えたやんけ。みんな一斉に餌くれアピールするのが可愛くて、もうもうそんなないで。バケツをひっくり返してありませんよアピールをしましょう。近づかれると迫力あるわ。そしてイルカショーもありました。なんかめっちゃ嬉しそうやな。個人的イルカショーベストショットです。あさとい顔してるわほんま。不思議と色気を感じます。そして一匹シシャモをウミネコに奪われた写真です。逆に言おう撮れたな。想像以上にめちゃくちゃ面白かったよな。結局水族館とか全部回って3時間近く楽しんでましたからね。もともとゆとりある予定でよかったです。そして北へ車で10分ほどの紀伊勝浦町で今日は宿泊です。本当に駅の真ん前の宿やな。バイクの私たちに駅地下の必要はなかったですが、とても綺麗なところでした。そして晩ご飯です。マグロとイルカのお作り一丁。ついさっき可愛い言ってたやつ食べるんかい。命をいただくありがたみをひしひしと感じます。これはクジラの唐揚げです。そしておはようございます。今から熊野那智大社に行くで。今日は那智大社から新宮市の早玉大社、
そして熊野市の鬼ヶ城、あとは島々で突っ切りですね。これまでと比べて島までが少し長距離ですが、途中のスポットが歩くとこばっかやから、そこでバテるのが注意かな。そしてちょいちょい挟むタイムラプス、別にこれはこれでいいけどさ、今後肝心な撮影所でタイムラプスにならないかが心配です。自覚せずに撮影モード切り替わってるのが気になるわ。けど素晴らしい朝日ですよ。ああそうかい。確かに朝日浴びながら山道登っていくのめちゃ気持ちいいけど。駐車場に着きました。今日も天気に恵まれたのは本当にラッキーです。宮城県から天気運いいよな。いざ山道。山道の石段を登った先に朱色の大鳥居と大社の境内が続いています。っていうかとりあえず有名やから来たけど、近くに早玉大社とか本宮とかあるけどなんなん。どこから言うか難しい話なんですが、皇室先祖のイザナミの命が熊野で葬られたようで、まあその神聖な熊野にある3つの神社がだんだん寄り添ってきたというか、なんか怪しなってきたな。あつっ、黒煙出てんぞそれ。まあ祀ってる神様も似てるし、その上近くにある市でだんだん似たような呼ばれ方してきたってことですかね。ウィキペディアとかいくつかのサイトを回って読んだ感じ。もうウィキペディア言ってるやんけ。拝殿に到着しました。今年の干支、牛をあしらった大絵馬が飾られてます。あ、なるほど、毎年変えてるんか。こっちはまあ神社版多目的室みたいなとこで。ナナちゃん、ほら景色綺麗ですよ。おお、山がよく見えるわ。時期と朝が早いおかげでかなり空いてるのもラッキーでした。例年はインバウンドも含めてかなり混み合いますからね。しっかしめちゃいい景色やわ。自然豊かで広々とした境内で、ゴミや汚れ、騒音などが全くないので、とっても心が落ち着きます。夏さん阿弥陀堂ってあるけどこれは。わかりません。はぁ、くくっても出てこないので。その他一切のことはわかりません。その頭どうにかせいや。もうちょっと建物一つ一つ、解説してくれてもいいと思うんですよ。では、ここにちょいちょいあるヤタガラスは何ですか？ヤタガラスは熊野三山で祀られているアマテラス大御神の使いです。神の使いがまた神なので同じく祀られているっぽいです。初代である神武天皇を橿原へ案内して云々とかありますが、本当にやってるんかその話。私の頭をフル活用してネット情報を漁った結果この結論です。私たちでは確かめる術がありませんね。ちなみに那智の滝はこっちの方角にあります。そういえば滝も見に来たんやった。那智の滝って名前が一番聞きますしね。なんか雰囲気変わったな。思ったより段差が急です。石段の幅も違うから気ぃつけや。ただ木漏れ日が差すこの雰囲気もいいですね。石段を降りました。おー、奥に見えるけど迫力がすごいわ。水が落ちるスピードも速すぎず、なんか貫禄というか底あたりを感じます。底あたりってざっくりやな。こちらが一般的に知られている那智の滝ですが、本来は他にも48の滝があり、これはその1の滝です。そんな数あったんですね。まあこれが一番大きくて有名すぎたんやろうな。300円払ってもう少し奥に入れました。左下のプルプル震えてるやつなんやねん。滝の近くでテンション上がってる様子を表現しました。そういえば広尾神社って名前が分かれてるのはなんでなん。わかりません。私が有識者に聞きたいぐらいです。なんやねんこいつ。あとここの道は夏大社の写真でよく見る石段ですね。梅の花かこれは。季節的にそうじゃないですか。そしてこれがヤタガラス。っていうかほんま綺麗な朱色してるよな。ゴミはおろか落ち葉一つない境内で綺麗すぎました。7時頃から巫女さんが数人来て掃除とお祈りしてたわ。どこで寝泊まりしてるかわかりませんが、毎朝ここまで来るの大変ですよね。全部回ってたら4時間近く経ってました。昨日のクジラと同じく嬉しい誤算やったわ。で街中に入りましたね。新宮は割と栄えてるな。熊野早玉神社です。概要とかはさっき言ったので省略します。言ってないやろ。こちらは町からも近く、那智よりはかなり小さめなので行きやすいですね。確かに気軽に行くには断然早玉やな。那智行った後でも全然回れたで。そして近くの食堂でお昼ご飯もいただきました。めちゃいいところやったけど駐車場がないのは注意な。次は熊野市の鬼ヶ城です。その名前聞くとどうしても鬼ヶ島を連想するんですが、桃太郎の鬼ヶ島とは関係ありません。じゃあ結局なんやねんって話になるよな。坂の上の田村麻呂がそこで海賊多賀丸という鬼を征伐した伝説。おそらくそこで鬼のイメージがつき、室町時代に有馬氏が鬼ヶ城という城を築きました。そこで鬼ヶ城って定着したわけやな。ちなみに今は城は残っていません。じゃあ今は何があるんですか？景勝地として残っていますね。なんか由来と過程が結構ごちゃごちゃしてるな。鬼を倒したという伝説、そこで城を建てて名前は定着したけど今はもう残っていないってことですからね。諸行無常の響きあり。
けど、この道なんか冒険感あっていいな。洞窟を抜けるとそこは海でした。知ってた。奥に進むと半島を一周できますよ。まあとりあえず行けるところまで行ってみようか。登山 RTA で培った力を発揮する時です。あれから山登ってないやろ。にしてもすごい断崖絶壁の岩肌です。荒波で削られた無数の洞窟が地震による隆起でこのような形になりました。写真撮影してるから邪魔ならんようにせんと。ん？いやいやいや、長すぎませんか。うわ、永遠がけが続いてるやん。所詮城のおまけでしょと思ってたら大間違いでした。っていうかここ結構暑いし、かなりいい日差しが差してきましたね。バイクウェアそのまま来てるし、飲み物も持ってきていませんよ。っていうか今どのぐらいなんや。引き返すかこのまま突っ切った方がええんか全然わからへんねんけど。冒険が寺子の道歩くのも面白いし、もう少し進んでみましょうか。犬戻しとか猿戻しとかあるけど、これやっぱ桃太郎ちゃうんか。わかりません。その他一切のことはわかりません。今後それで逃げようとすんなよ。ここで追い越して先に進んでみましょう。あれ向こう岸見えたけど、ちょうど繁栄描く頃なので岸について折り返しですね。ザーザー、ここまで来た道以上に長いわけ。これから峠越えて車道を歩くのはメンタルきついですよ。引き返した方が良さそうやな。これはまだ海沿い歩く方が楽しさがありそうです。足が細いから気ぃつけや。まあよそ見とかしなければ大丈夫です。寒、これ完全に汗冷えたわ。水分ない中ゆっくり帰ったので日は暮れるし、暑さで疲れてから気温だだ下がりするのやめてくれ。もう遅いですし、ご飯とお風呂さっさと入って宿に向かいましょう。寒さから救ってくれた温泉です。天然温泉はやっぱ保温力あるよな。今日のお宿です。新築のゲストハウスでとても快適に過ごせました。おはようございます。今日の朝ごはんです。最強すぎるだろ。まさにご機嫌な朝飯。人間の8割が想像する引退ライフがここにありました。北欧意識のインテリアがセンス良すぎるわ。暖かくなればテラスでご飯も楽しめます。もうやめて。ホストファミリーとの話も面白かったし最高やったな。まるで将来が安泰な悠々自適の引退ライフを過ごせるような錯覚に陥りました。現実は過ごせてないみたいな言い方やめえや。すぐ隣の横山展望台に到着しました。ホストさんからここは行った方がいいと言われましたが、なんかここら辺展望台多くて違いがわからんのよな。けどもう絶景スポットの片鱗が見えてんで。やりますね。標高140メートルからアゴワンのリアス式海岸を一望できます。これは景色いいわ。この遊歩道も綺麗に整備されていてとても歩きやすいです。左に見えるのがアゴワンですね。真珠養殖が盛んで真珠養殖発祥の地です。なんか真珠って最近聞かんくなったよな。子供の頃とかはちらほら聞いた記憶なんですけどね。日本の真珠養殖は世界を牽引するレベルでしたが、平成からの海洋汚染で生産量は3分の1以下になりました。減りすぎちゃうか。こんな綺麗でとてもそうとは思えないですけど、令和にもなったし実際綺麗になってんちゃう。この海岸松島にも似てるような気がします。松島のリアス式海岸ですからね。これは行ってよかったな。また松島のような景色が見れるとは思いませんでした。でなんかあるな。あ、島スペイン村がありました。うわナッツ、小学校の修学旅行で行きましたね。もう全然覚えてへんわ。今日は鳥羽市を経由してパールロードと伊勢島スカイラインで伊勢神宮まで行く計画ですよ。いやさすがに弾丸スペイン村はせんわ。あ、そういえばこのツーリング今日で終わりなんですね。もうゴールのお伊勢さんまですぐや。三重県道128号線は冬も温暖で海の景色も良く、アップダウンがありながらカーブが少ないのでライダーに愛されてます。パールロードは真珠養殖が盛んな島半島に沿うために付けられた愛称ですね。確かに今んとこまっすぐ伸びてるよな。ソガマルシェに到着。三重県の特産物が集まっていて楽しかったです。の割には写真全然ないやんけ。おめでは石巻市の後だからインパクトがちょっと。そこ比べんなや。次は伊勢島スカイラインです。こういう料金所新鮮味があります。街中じゃないしな。伊勢島スカイラインは伊勢神宮と戸川を結ぶ道路です。戸川湾などリアス式海岸を見渡せるよう設計され、初日の出の名所としても知られています。初日の出ってまともに見たことないんですよね。まあ格別変わるわけではないし、初詣みたいなもんやしな。県道のパールロードと違い、三重県観光開発株式会社が所有している市道なので無料化の予定はありません。似てると思ったんですが、
パールロードと管理が違うんですね。有料やし営業時間とかもあるしな。また営業は朝7時から19時までなので注意しましょう。ただし年末年始や花火大会などイベントがある際は延長されます。花火ここから見れるとか絶対いいやん。ただ今年も実施されるか怪しいですね。きつそうやな。そしてソフトクリーム美味しい。インスタでよく見るポストです。確かにそれっぽいカップルが何組か撮影待ちしてたわ。そしてとうとう伊佐神宮に着きました。さすがお伊勢さん、めちゃ人多いな。さ、最近人混み見てないので気分が悪くなってきました。なんでやねん。ようそれで大阪生きていけてんな。平日ですが本当に賑わってますね。例年休日はもっと混雑しますからね。特に初詣のゴールデンウィークは凄まじいです。さすがにコロナ来てからはマシやろうけど。で、内宮に向かうはずが赤福本店に来てました。逆やんけ。やはりあんこと餅の滑らかさといい甘さといい一般のあんころ餅とは一線を画しますね。何回食べてもうまいよな。 U ターンしていよいよ内宮です。ラストスポットやな。とりあえず私もお辞儀。鳥居は一般社会と親日を区切る意味があるので目上の方のお宅訪問をするように一礼するのが丁寧です。また帰りに出る際も社殿に向き直って一礼しましょう。ここも右側通行って言われてるけど神様が通る道がありますので正面ではなく外側を通ります。どっちが外側かは各神社の風習に従ってください。内宮は右側通行ですが下宮は左側通行ですもんね。そっか、下宮ってこことは別にあるんやったな。伊勢神宮は全ての神社の上に立つ神社。内宮の司祭神に天照大神を祀る岩が日本一の神社です。そんなところとは知らなかったです。熊野三山も天照大神いるって言ってなかったっけ。わかりません。熊野の司祭神はまた別の神ですが詳しくはわかりません。もっと勉強しときよ。そりゃ日本一の神社なら世界中の人がここへ来ますよね。激混みするのも納得やわ。紀元前もともと天照大神は天皇のそばで祀られていましたが十大夫人天皇が神様と同じ屋根の下にいるのは恐れ多いと思い永遠に神事を続けることができる場所を探した結果この伊勢の国でした。ご先祖様と一緒に寝るのがしんどくなったんですね。そんな簡単な話かい。その際天照大神からこの神風の伊勢の国は美しくここに住もうという神託を受けたと日本書紀に書かれています。神風という言葉はこれに由来します。神風という言葉は日本書紀の引用でしたか。さあ天皇陛下の先祖神にお参りするで。もともと大きい神社程度にしか思っていませんでしたが経緯を知ると自然と叱るべき気持ちが出てきます。それ知ってたらよく聞く。柱や木を傷つけるとかそんな類のことはできんわ。最後にふさわしい由緒あるスポットでした。ってことで今回のツーリングはこれで終わりや。とても実りのあるいい旅でした。ここから大阪まで3時間かかるので油断しないように。あ、思った以上に遠い。なんならこの帰り道が今までで一番長いで。次はどこに行きましょうか。暖かくなるしこれから幅広く行けるな。